人情話。織田作之助。年中夜中の三時に起こされた。風呂の釜を炊くのだ。毎日毎日釜を炊いて、もうかれこれ三十年になる。十八の時。 和歌山から大阪へ出てきて下寺町の風呂屋へ雇われた三右衛門という名が呼びにくいというのでいきなり三平と呼ばれ下足番をやらされた女客の下駄を男客の下駄棚に入れたりして随分まごついた悲しいと思ったが すぐ慣れて客のない時のあくびのしかたなどもいかにも下足版らしくいたについてやがて21になったその年の春から風呂の釜を炊かされることになった夜中の3時に起こされてびっくりした目で釜の下をのぞいた時はさすがに随分情けない気持ちになったが これもすぐ慣れた。あまり日に当たらぬので顔色が無気力に青ざめてしょっちゅう赤い目をしていたが鏡を見ても別に何の考えもなかった。そして十年たった。丸十三年一つ風呂屋に勤めた感情だが 別に苦労し辛抱したわけではない。根気が良いとも自分では思わなかった。うかうかと13年経ってしまったのだ。しかし三平は知らず、主人夫婦は世を務めてくれると感心した。給金は少なかったが油を売ることもしなかったのだ。あくびも目立たなかった。 いびきも小さかった。けれども、別に三平を目立って可愛がったわけでもない。例えば、万歳にフグ汁を食べるときなど、まず三平に食べさせてみて、当たらぬと分かってから他のものが食べるという風だった。これにも三平は不平を言わなかった。ゴッドさんでした。 18の時と少しも変わらぬ格好でペコンと頭を下げこそこそと自分の善をもって立つその様子を見てはさすがにいじらしくあれでもう31になるのではないかと主人夫婦は三平の年に思い当たったあの年でこれまで悪が通いをした試しもないのはあるいは女嫌いかもしれんが しかし国元の両親が亡くなった今はいわば自分たち夫婦が親代わりだ。だからたとえ口には出さずそぶりにも見せなくても年頃という点は飲み込んでやらねばならん。余心歯嫌いなものにせよ一応は世話してやらねばかわいそうだと笑いながら嫁の話を持ちかけると。 と膨れた顔をした。案の定だとそれきりになった。3年経った。3人いる女中の中で造作のいかつい顔といい。ゴツゴツした。体つきといい物言い,い。小わねなどまるで男じみて。 点で誰にも相手にされぬ女中がいた。いささか車真のせいか、三平を見る目がどこか違うと、ふと思った女将さんが、あの子、三平にどないでっしゃろ。同じ紀州の生まれですさかい。主人に言うと、なんぼなんでも。 三平がかわいそうだとはしかし深くも思わなかったから三平を呼び寄せて今度は叱りつけるような調子でもらったらどないや三平はちょっと赤くなったがすぐ元の無気力に青い顔色になりへたりと両手を畳の上について裏の体は。 旦那はんに任せてあるんやさけ。旦那はんの言う通りにします。どないなおなごでも我がカカにしちゃります。と、まるで泣き出さんばかりだった。そして、三平と女中は結婚した。が、婚礼の夜、 三平は夜中の三時に起きた。風呂の釜を焚くのだ。花嫁は朝七時に起きた。で即番をするのだ。三平は朝が早いので夜十時に寝た。花嫁は夜中の一時に寝た。姉妹風呂に入ってちょっとおしろいなどつけて女中部屋に戻って布団を敷いて寝た。 三平は隣にある三助の部屋で三助たちと一緒に寝ていた。三平の遠慮深いいびきを聞きながら彼女は横になった。すぐ寝入った。ひどい歯ぎしりだった。その音で三平は目が覚める。もう三時だ。起きて風呂の釜を炊くのだ。 4時間経つと花嫁は起きて下足番をした。三平はしょっちゅう裏の釜の前にいた。花嫁はしょっちゅう表の入り口にいた。話し合う機会もなかった。主人は三平に一個を持たしてやろうかと言ったが、三平は聞かなかった。 せめてどこぞ近所で二回借りしいな。断った。月に二度の高級日にも三平は一人で湯船を洗っていた。花嫁が清掃した着物の裾をからげて湯殿に入ってきて、活動へ行こら、連れ持って行こら、と勧めたが、お主や一人で行ってきやえ。 そこら中ゴシゴシとたわしでやっていた。夫婦の中は決してむつまじいと言えなかったが、別に喧嘩もしなかった。三平はもともと口数が少なく、女中も何か諦めていた。雇い人たちが一緒に並んで食事の時も、二人はあまり口をきかなかった。 女中が三平の茶碗に飯を持ってやる所作も夫婦めいては見えなかった。人々は二人が夫婦であることを忘れることがあった。しかし三平があくまで正直一途の実直者だということは誰も疑わなかった。 ある日、急に大金のいることがあって、三平を銀行へ使いに出した。三平のことだから、言いつけられて銀行から引き出した千円の金を銅巻きの中に入れ、時々上から押さえてみながら、立ち小便もせずにまっすぐ飛んで帰るだろうと待っていたが、夕方になっても帰ってこなかった。 今すぐなくては困る金だから主人も浪費しかつ困ったがそれよりも三平の身の上が案じられたまさか持ち逃げするような男とは思えず自動車にはね飛ばされたのではなかろうかと勇敢を見たがそれらしいものも見当たらなかった6つの子供がダッドさんにはね飛ばされた記事だけが目に留まった あるいはどこかの小僧に自転車をうっつけられ、千円の金を巻きつけてある体に何ちゅうことをするかと、喧嘩をふっかけ、あげくは殴って鼻血を出したため、交番へ引っ張られた。そんな大人げないことをしたのではないかと、心当たりの交番へ探しにやったが、むなしかった。銀行へ電話すると、 宿直の小遣いが出て容量が得られなかったが確かに金は引き出したらしかったそれに違いはなさそうだった夜になっても帰らなかった探しに出ていた女中はしょんぼりをふけて帰ってきたああ なんちゅうことをしてくれちゃんならえらいことしてくれたのしてっきりうちの人は持ち逃げしたに決まっちゃるわあのクソ垂れ目がアホンダラ目が女中は取り乱して泣いた主人は三平は持ち逃げするような男やあらへん心配しいなと慰め これは半分自分に言い聞かせた。しかし翌朝になっても三平が帰らないと分かると主人はもはや三平の持ち逃げを半分信じた金のこともあったがしかしあの実直者の三平がそんなことをしでかしたのかと思うのが一層情けなかった 人は油断のならぬものだと、来る客ごとに番台でぐちりぐちった。昼過ぎになると、やっと三平が帰ってきた。そして千円の金と銀行の通帳と実印を主人に渡したので、主人はびっくりした。人々も顔を赤くしてびっくりした。 三平の妻は夫婦になって初めて三平の体に取りすがって泣いた。なんでこないにおそなってんと主人が聞くと、三平はいきなり、うらに暇ください。と言ったので、主人はじめ皆一層びっくりした。なんでそないなこと言うのよ 三平の妻は思わず三平の体から離れた。三平は目をパチクチさせながら、こんな意味のことを言った。今後もあることだが、どんな正直者でも、我々のような身分の者に千円の金を持たせるような使いに出すのは、むごい話だ。 自分はかれこれ三十年ここで使うてもらって、今は五十近い。もう一生ここを動かぬ覚悟であり、葬式もここから出してもらうつもりでいたが、昨日銀行からの帰りに、ふとまが差しました。つくづく考えてみると、自分らは一生貧乏で、 千円というような大金を手にしたことがない。この末もこんな大金が手に入るのはおぼつかない。この金と銀行の通帳を持って今東京かどこかへ蓄電したら一生気楽に暮らせるだろう。そう思うと、ええ、もうどうでもなれ。長年の女房もお気に入だと思い、すぐ 梅田の駅へ駆けつけましたが、切符を買おうとする段になって、ふと、主人も自分を実直者だと信じてくだすったればこそ、こうやって大事な使いにも出してくれるのだ。その心に背いては天罰が恐ろしい、女房も悲しむだろうと頭にきて、どうにも切符が買えず、帰るなら今のうちだと駅を出て、 それでも電車に乗らず歩いて一時間もかかって震災橋まで来ました。橋の上からぼんやり川を見ていると、とにかくこれだけの金があれば、我々の身分ではもう他に望むこともないと、また悪い心が出てきました。 そして梅田の駅へ歩いて引き返し切符を買おうか買うまいかシ案にくれてたたずむうちに夜になりました結局思い惑いながら待合室で一夜を明かし朝になりましたが心は消しかね 梅田のあたりうろうろしているうちにおひるのサイレンがきこえました。はらがにわかにすいてしょんぼりきがめいりみょうがおそろしいきもちになりとぼとぼかえってきました。うらのようなわるいものにはひまください。 泣きながら三平が言うと主人はすっかり感心してむろん暇を出さなかった三平の妻はうれしさのあまりそわそわと三平の周りをうるついてそばを離れなかったよそめにもむつまじく見えたので初めて見ることだと人々は興奮したがどちらかというと三平はうつうつとしてその夜は楽しまず 夜中の三時になると起きて釜を炊いた。女中は七時に起きて下足の晩をした。少しも以前と変わりはなかったから人々は「雀百まで」だと言って観測した。ところが入浴時間が改正されて。 午後二時より風呂を沸かすことになった。三平は夜中の三時に起きたが、何にもすることがないので退屈した。間もなく朝七時に起きることにした。妻と一緒に起きることになったのだ。従って寝る時間も同じだった。朝七時に起きたが、釜を焚くまでかなり時間があった。 妻も下足版をするまでかなり時間があった。随分退屈した二人は、時々話し合うようになった。三平は五十一、妻は四十三であった。今では二人はいつ見てもひそひそと語り合っていた。会浴の時間が来て、 外で待っている客が入り口の障子を叩いても女中は開けなかった。両手とも塞がっているのだ。三平の白髪を抜いてやっているのだ。客は随分待たされるのであった。